どうも、キスケです。今回 GT パーティー使っていきます。はい、レベル5000が解放されて初めて GT パーティー触るんですけども、まあ、レベル5000になって体感ちょっとやっぱ試合時間が伸びた気がしますよね。その分体力が増えたりとか防御力が上がったりとか、まあ、そのいろいろあるんでね、体感試合時間が伸びたかなとは思うんですけど、じゃあ GT パーティーどうなるんやと、ラディッツとシャロットでしっかりと体力もりもりにしてあげて、さらにこいつらこうキャラチェンするたびに回復してくれるでしょ。なので負けないんじゃないかなっていう実質ね、実質負けようがないんじゃないかって思うんですよ。まあ、なので今回は GT パーティー使ってまあまあ戦っていこうということですね。はい、まあ、GT パーティーのさ、緑枠ってさ、皆さん何にしてます？僕スーパー17号がええかなとは思うんですけど、やっぱ体力こうモリモリにしてあげるにあたって、まあ、恩恵があんまり得られないっていうのはちょっと難儀ですよね。だから GT 悟空、特殊じゃない、あのカードドロー速度が2段階アップする方の GT 悟空、あれにしようかなとも思うんですけど、やっぱねスーパー17号の方が強いでしょ、さすがに。だから結構悩んでるんですよね。皆さんは緑枠何にしてますかね。はい、コメント欄で教えてください。ということで今回は GT パーティー使って PPP 回っていくんですけども、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。何パーティーか分かんないけど、まあこれでいっか。お願いします。やってくぞー。おお、あ、マジでステコンしないの？まあ、ステコンせえへんやったらちょっとやばいよ。17号いるからね。うん。さて、特殊圧で火力上げて、がっつりと殴っていきましょうか。いいですね。体力の差がえぐいよな。はい。やべ、どうしようかな。いや打撃多いな。射撃で牽制、通常で返して、はい、なるほど。やべえ、タックル入っていく。ただステコンしないのでこれが綺麗に決まっていく。はい、さあ、どうする。まあ、こっちで必殺打つか。へい。いい火力だ。避けて。くっそ。この人のカバーチェンジじゃないわ。この人の回避、全くわからん。いびつすぎる。あ、これはもう、さすがに。やっちゃいましたね。これはさすがにやっちゃいましたね。はい。よいっす。OK。さて、じゃあ、有利属性で殴って。さあ、よし。そう、悟空4を呼び出したかったんですよね、個人的には。じゃあ、ライジングで落とし切っていきます。まあ、一殺でいくか。はい。こりゃあ。まあ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 、喧嘩両成敗っていう言葉がありますからね。はい。いいです、いいです。しゃあない、しゃあない。射撃、通常。はい。びっくりマーク出てんね。なんか、ステコンしない相手と戦うのは、すごい、新鮮というか。よし。ほら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 。
ほら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 。いいよ。よし。慣れたぞ。慣れたぞ。ドン。メインで見て、タックルはしてない。そっちやったか。オッケー。じゃあ究極でおしゃれに決めていきましょう。ボン。この波動みたいなすげえかっこよくない？対戦、ありがとうございました。はい、マッチングしました。合体選手パーティーにはもう上3つでいきましょうかね。お願いします。お、マジか。GT パーティーに、マジか。ラッキーですね。よし、じゃあベジータで、まあ、さっきの試合出てないからちょっと殴ってってもらおうか。いや、 GT ベジータマジで強い。ベジータ4ね。ベジータ4マジで強い。シンプルにドロー速度がすごい高いっていうのがいいよね。標準で備わってるよね。はいし。へい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 。うーっとーん。10倍だ。お、大丈夫？回避してんね。回避やってる？ほい。いやー、これはもう、こっちで。ラッキー？じゃあこれ究極打っちゃうか。うん。できればベジータからね、やっぱ究極アーツ打っていきたいんですよね。味方の究極必殺が威力上がるんで。ドーン。サイナリー。よーし、時間稼いでくれるのはありがたいよ。あー、何してんの？何やってんだ。うわ、マジか。ややこしいな。はい。おお、通常か。繋がんないのか。あー、よくないな。ラッキー？後付けあるんだよ、これ。まあでもさ、後スキャル必殺か、必殺じゃないか、究極か、究極じゃないかっていうのがさ、全く覚えてないですよね、僕個人的にも。まあ、よく使うキャラクターとかやったら、まあ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 って感じやけど、それも覚えていかないとね、やっぱ上位陣では勝てないような気がするんで、いいね。はい。入るー。やべ、味方の、気力回復使ってよかった。おお、そのまま突っ込んでくる。よう、コンボ外れますね。よし、じゃあおしゃれに究極アーツで。さっきの試合引き続き究極アーツでドーン。この波動がかっけえんだよな。対戦ありがとうございました。勝負あったな。さあ、マッチングしました。ソンパーティーですね。やっていきましょう。これ赤色出てこへんやろ。だから何って感じやけど。これで、あれ、これでいっか。お願いします。なるほど。ヘイ、うまい。995はうまい。995はうまい。お、やるね。さあ、避けて。よいしょー。美味しすぎー。バリシングもしっかりね、もう最近ね、なんか中距離にハマってるんですよね。最近中距離にハマってんだよな。お、当たるか。この射撃から横ステップタックルがね、よし、意外と、そのバニシング削れたりするんで、美味しいっちゃ美味しいんだよな。特殊圧から必殺かな。瞬間移動は使ってこない。 OK、 通常で押さえといて、はい、どうする。あら、ずーっといい感じに進んでませんか。ずーっといい感じに進んでんね。おい。ほい。あららららららら。いいよ。悪くないね。
はい、いただいていく。あれ、やばくない？ここでまさかのカバチェン外し、うますぎ。やばくね、今の。この一連の流れ素晴らしかったよな。全部噛み合ってた。おい。今までの一連の流れがすべてパーでございます。はい、マジかよ。タックル、え、マジ買えへんの。さようなり。あら、もうものすごい噛み合い噛み合い噛み合いまくってますね。えい、微妙、残念。ここで失速していく。射撃カメハメハ、こっちも撃ったろ。おい、お、後助あんの知ってんね。まあこれ落ちるなら青色かな。はい、しかもコンボ外れとったし、もったいないですね今のは。まあまあまあ、でも大丈夫っしょ。ラッキー、えい。お相手さん、おお、こいつマジやりにきいなーと思ってんだろうな。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。今月かな、スーパーサイヤ人パーティーでもありますね。何出てくんのやろこれ。全くわかんねえな。まあ、黄色は出てくると思うんで、ちょっと紫休憩かな。お願いします。お、前出てくんのや。へえ、おもろいパーティーですね。うん、まあ、ちょっと心地のいいラグがありますね。もう波に揺られるかのようにラグがありますね。はい、ダメ。おいしょー、美味しすぎ。いやー、こういうなんかその心地のいいラグがあるとフルフォースができないんですよね。うん。ややこしいんだよな。タックル合わすこともできなくなってしまう、俺は。くらえ！ドーン！お！やりますね。はい。前出てくんねや。なんでやろ。てかさ、青バダ入れてんのはいいとは思うんやけど、その変身ご飯変身したらバフ乗らへんよね。残念ながら。回避してるかな、これは。あ、してなかった。勝ちたい。うい、微妙すぎ。あら。あら。まあこれライジングいきましょうか。うん、さすがに黄色は捨てへんやろ。じゃあ読者圧でさいさいと。よし、アタック。さあ、青色落としたんでベジータが生き生きするんじゃないですか。おお、なるほど、時間稼ぐか。135カウントぐらいでしたね。まあでもライジングで落とされてもいいや、別に。よし、必殺アーツ、トイ。あれ、あれ進化あったっけ。覚えてねえな。はい、避けて最速じゃない、いただいていかない。あー、これはさすがに耐えないかな。ちょっと耐える読みでキャラチェンせえへんかってけど、どうですか。残念、耐える読み、耐えそうじゃない。あかんのかい。ほな変えとったよ、ほな緑捨てとったよ。いやー下手すぎるな、ダメージ計算が良くなかったっすね。通常で返していく、避けていく、当たっていく、
いやー、特殊アーツがよく来ますね。まあ、17号のおかげなんですけどね。うわ、マジか、そのまま突っ込んでくんのか。そのまま突っ込んでこないにしろ特殊アーツは違ったよな。うん、言い訳も肌肌しいですね。はい。まあ、ちょっとベビーに変えるか。ダメージをこう分散させていくっていうのが多分 GT パーティーはすごい大事だと思うんでね。通常打撃、特殊圧、落とし切っていこうか。へい。さあ残るはマイだけ。ほら、こっちはもう2体いて、あとはある程度ベビーでこう攻撃を食らって、よし、ライジングもし溜まってるようなら緑で受けちゃえばいいんで。これキューブカーツで落ちるか。よし、じわじわと自分の死へ。これ長いっすよね、このキューブカーツ。じわ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 っつってめちゃくちゃ効いてる感あるよね。対戦ありがとうございました。服が汚れただけだぞ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は、まあ、レベル5000になったことによってね、さらに GT パーティーが強くなったんじゃないかということで GT パーティー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。強い、強かったっすね。めちゃめちゃ強かった。やっぱね、回復がね、自動回復ではないけど回復がやばいっすね。うん。で、まあ、ベビー経由からやったら全然火力も取れるし、究極圧2枚入ってるし、気絶もあるしね。強いっすよ。うん。今の環境は、まあ、GT パーティーとか、まあ、凸のある髪の毛パーティーとか、その辺がむちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。はい。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローも。お願いいたします。それではよき、ドラゴンボールライフを。バイバイ。You hurt me, you did several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit.But you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh.